はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今日はですね、焼肉あんあんで、YouTuber 応援キャンペーン、食べ放題1000円ですね。これをちょっとやっていきたいと思います。実はもう食べ終わったんだけどね。席がね、めっちゃ近くて、最初の挨拶がね、あれできないよね。できないですね。ほんとめっちゃ近かったんで、食べ終わった後に、撮ってます。で、まあ俺一人で食ってもしょうがないんで、今日はね、女性を召喚しました。はい、ちょっと変わります。はい、マキナさんです。マキナです。じゃあ今日はね、この2人で、ただ肉を食うだけっていう、そういう動画を撮っていきたいと思います。じゃあもう食い終わったんで帰りましょう。帰りましょう。映像はこちらです、どうぞ。凍ってるやつ、わかんないですか、なんかナゲット的な、わかんない、焼いてみよう。ナゲットみたいな、これです、ナゲットみたいな、なんだこれ。凍っちょるよ、凍っちょるよ。じゃあ食べましょう、食べましょう、行きましょう。あれ、トングこっちから取った。あ、なんかそっから取りました。これはなんか鳥鳥だね、まあいいや。軟骨、軟骨的な。あ、軟骨だね。鳥何か時が。最初のやつはもう一気に出しちゃおう。ただひたすら肉を食う。ただサイドメニューとか俺一切頼まないから。はい。任せろ。キムチ以外は任せろ。辛いの。それはもうまず肉しか頼まない。肉デザート、肉デザートにしようかな。甘いものと何、うん、しょっぱいもの連続して食べられる。そうそうそう、そういうやつ。永遠の、永遠のデブスパイラル、永久期間。そうそうそう、永久期間。やばい。いや、もう頼んじゃう、はい、デザート。まさか、まさか、なってる、なってるかな。なってます、なってます、なってる、なってます、大丈夫です。タン、タン、何、はい、すいません。牛タン塩と、牛タン塩、はい、生チョコアイス、生チョコアイス、とりあえず一応生チョコアイスは今持ちしてもいいですか。もういいですよ、はい、はい、大丈夫です、はい、あ、ちゃ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 、飛んできた、飛んできた。これはあれですね、この謎のナゲット的なやつは、なんかどっか書いてあったよ。あ、炭火焼きハンバーグですね。あ、ハンバーグなのこれ。やっぱりハンバーグですよ。皆さん、白有効です、白有効、ずっと押してる。マキナちゃんは方針好きだからね。方針、方針、方針されたい。方針されたいよ、されたい。で、玉亭新人師匠と一緒ですみたいな。方針されないよ、されない。方針されるだけの能力がない。あ、そこ。いや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 、千人骨がないと。だって、いや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 、ありがとうございます。ダッキーちゃん、ダッキーちゃん、流血講習、私みたいな。流血講習一番好きだね。女性の中ではやっぱ流血講習一番いいよ。歌詞もいいですよね、歌詞。あ、歌詞ね。歌詞早々に退場しちゃうからね。一瞬出てきて。一瞬で、1話分で退場しますからね。じゃあ、はめるね。これ、鳥皮はいける。あ、来た。来た。生チョコアイス。あ、いいですね。食べよう。まだ肉は焼けてないから生チョコアイス。最初に食うしかない。鶏皮食べよう。記念すべき。うまい。記念すべき第1個目、私の、なんかすごい、すごい。あれが負けた。記念すべき第1個目、鶏皮。鶏皮なの？鶏皮。何かに取ったんですか。ああ、素材の味が生きてた。素材の味が生きてる。これ気になる。これいけるな。いけますか。タレってここは1種類、あれ1種類ですね、はい、なんか焼肉屋さんとかさ、何種類もそう、ね、あったりするけど、選べたりね、うん、レモン汁とかマジ使わないんだよ。あ、塩は塩のみ。なんか軟骨の焼け具合がよくわかんないから、とりあえず鶏肉。これなんか全然焼けてないやん。うまい、うまい、軟骨うまい、うまい、うん、
これ炭火焼きハンバーグはもういける、いけそうだよ、いけそう、焦げてたら俺食うと大丈夫、全国の皆さん見ていますか、これがハンバーグです、多分全国のあれほどいない、はい、いない、分布がよくわかんないんだよ、分布が分かんない、上から下までどのくらいいるか全世界の皆さん、日本が90何パーセントたまにね、あの外国の人も見てるあ、そうなんですか、英語でね、コメントされても全然わかんないから、あそれはワンダーがなんかたまに英語で、あいつ外資系だからすごい、うん、それいいんですか、言っちゃって、うん、大丈夫、それは言ってあるから言ってある、うん、なんかツイッターでさ、報告書を英語でなんか上司に説明しなきゃいけないとか、すごい、でお互い日本人なのに意味なくねみたいな、なくねそれはちょっとただの無駄です、ね、そうっていう愚痴をね、ツイッターでやってたから、それはただの無駄ですね、熟成カルビと、あ、焦げてる焦げてる、ロイヤルミルキーアイス、あ、はい、あ、めっちゃ焦げてる、大丈夫、いや、俺食うよ、俺食うよ、覚えてるから、うん、女の子に優しい姿見せとかない、映しとかないとかって、あー、おぞーす、おぞーす、今日モテ師として通ってるからさ、モテ師として通ってます、うん、そう、いや、毎日近いんだ、毎日夜飯にしたいんだけど、1000円だったら、そうですね、うん、あ、ありがとうございます、ヤングカルビのヤングがよくわかんないんだけどさ、なんですかね、でもしっかりなんか脂身か太るな、あれじゃないですか、あのおっさんたちにちょっとこの脂身無理でしょ、だからやる、そういう、あ、そういうこと、そういうこと、いや俺まだ食えるよ、私ちょっとダイエット中なので肉食べる、いや、ヤングカルビはいいわ、俺にやっぱヤングの味合わなかった、ナウイヤングじゃなかった、うん、ダメだこれはじゃあ仕方ない、ヤング行くしかないですね、比較的って過去が気をつけて、比較的ヤング、ナウイヤングのなので、これ食えなかったらヤング名乗れないから、マジで俺は合わなかった、無理しなくていいよ、いや無理してないから、無理してないから大丈夫だから、全然ヤングです、シュークリームって中は違うの、2種類狙ってたんだよ、アジザラ回収することにバイトだ、これどう考えてもそこまでさ、そしたらなんかさ、みんなさんこうあれじゃない、違うよ、なんか生クリーム的な、あ、はい、ありがとうございます、すいません、注文もいいですか、梅干しと、生チョコアイスと、きなこ黒蜜アイス、うまさはそんな力みたいな、牛塩か、そうだ、牛塩担当、わかめスープ、わかめスープ、ライスショー、ライスショー、はい、以上です、はい、アイスもバターにつけたらいいです、アイスバターにつけるの、じゃアイス頼まないと、あ、そういうことは聞いてない、いつもバターに入れてる、うまい、はい、うまい、はい、食べて、ね、生チョコアイス、生チョコアイス、はい、とりあえずしょ、はい、生チョコアイスのバター漬け、まさかの、でもさ、生チョコの、何、この粉みたいなのがさ、はい、あの、つくよ、いいんじゃないですか、うわぁ、さ、すぐ溶けそうだよ、すぐ溶ける、やばい、箸でいく、これは生チョコアイスバター漬け、
これも、じゃあ入るこれ。あんまりバターの味はしない。生チョコの口が濃すぎて、もっとしっとりつけないとダメだけど、多分溶ける。フォンダンショコラ味ってことですね、材料的にね。次のデザート補給しなきゃ。やっぱ生チョコアイスが一番ブランドね。実はミルクティーってあんま好きじゃないんだよ。フォンダンショコ超うまそう。あ、生チョコアイスと、ね、ヤゲン軟骨、あとね、牛塩タン、牛タン塩以上で、あとアイス何個食えばいいんだ。溜まる方が早いからね、これ縮みが。あ、でもアイスチャレンジじゃないですか。またこの、あの、剥がれてるやつ。ありがとうございます。アイス牛タン、ちょっと味を変えるか。牛タンしよう。牛タンしよう、頼む。バターも使いましょう。あ、シューアイスとロイヤルミルクティーアイスと牛タン塩。はい、以上です。先ほど頼んだわかめスープは戻ってますか。すいません、すいません、お願いします。ナシブラスター強い。食べますか。やばい、食べます。食べない。マジ強い。最後のアイス、私もいただきたいですね。何アイス。あ、でも生チョコですかね。生、あー、でもきな粉かな。生チョコときな粉一個ずつ。生チョコアイスと、きな粉黒蜜アイスとシューアイス。以上だよ。はい、これはもう完全にあれですね。これ三種盛りっていうか、あげるよ。あれそう、シューアイスはしょうがないな。シューアイス、はい、シューアイスを取ったいい感じにね、盛られてますけどね。そういうことじゃないんだ。そういうことじゃない。だって分けらんないじゃん。完全にこれはあれですよ、あの、我々が小皿を洗浄しているからです。洗うの間に合ってない。あ、完全に終わりみたいなので、終了ですか。完全終了です。終了終了宣言出ました。もうじゃあ、もうすごいんだ。最後に肉の焼ける姿を出てんの、それが。この1000円はね、マジでいいわ。マジでコスパは高いよ。高いですね。赤字覚悟ですね。赤字覚悟。覚悟っていうか、赤字ですね。締めに行きます。行きました。飲み物頼んだ。そうですね。飲み物なんですね。あの、ソフトドリンク飲み放題みたいな。いや、でも見ながらって難しいよ。2756円。1人で。1人1300円。生チョコアイスを何個食べたでしょう。あの、まあ、合計だから、でも1個でしょ。アイス系、アイス系。ちょっと生チョコアイス、生チョコアイスだけで。やろうよ。6個。欲しいね。8個。うわ。ひどい。シューアイスは。シューアイス結構食べました。シューアイス、あ、でも少ないよね。そうですね。シューアイスの方が少ない。4個。あー、惜しいね。5個。ひどいなってましたよね。きなこ黒蜜アイスってでもまきなちゃんも頼んで、はいはい、俺も頼ん、俺2個くらい買わなかったっけ。全部で2個になってんだけどさ、1個1個しか食ってないってこと。そういうことですかね。ミルクティーアイスは2つ。優しいだけ。まああんま頼まなかったからね。すごい。思ったよ。食べましたね。オクラなんて頼んだっけ。オクラ頼んでないですよ。
間違ってきたんですよ、なぜか。あ、それはそもそも注文に入ってたのか。間違って注文に入ってた。そう、間違って注文に入った。間違って持ってきたんじゃなくて、間違ってそもそも注文が入っちゃった。頼んでないのに入ってた。2756円。ごちそうさまでした。